地域日本一。8番森克行。3秒を切りました。8レース2次予選 B スタートしました。4番のウグリが少し白煙を吹くスタートになってしまいました。ゼロは外から2番の広瀬が先制しました。4番のウグリがチンジも入らず、8番の森はかなり被害を受けています。離れた7番手、かなり苦しい展開になってしまいました。10メートルは5番の落合イン切り込んで3番の石貝を捉えています。現在3番手。最終半では7番の笠木が先行、6番の金ヶ谷は6番手、8番の森は離れた位置からです。どこまで追い上げられるでしょうか。先頭2番の広瀬、1番の赤堀を主導権を奪われています。2番手から3番石貝が落合を再び逆転、その後は6番の金ヶ谷、インコースからは7番の笠木です。レース3周目、1番の赤堀をインからかわしていきました。3番の石貝ここで2番手、5番の落合匠が両者をまとめて内からかわしにいきます。3番の石貝伸び返して、この辺り前段かなり争っています。先頭は2番の広瀬、2番手が5番の落合か3番の石貝か、外が1番の赤堀です。最終半勢7番の笠木、6番の金ヶ谷競り合って、8番の森がその車群に追いつこうというところまで来ました。5番の落合が先頭に上がりました。2番の広瀬を捉えています。3番の石貝、その後1番の赤堀、7番笠木に6番金ヶ谷、残りは2周の終盤戦です。2番手にインコースから3番の石貝が上がってきました。2番の広瀬、その後は1番の赤堀、6番の金ヶ谷が赤堀をかわして4番手に上がります。森克行が車群に追いついて、この後どこまで追えるか。現在は6番手の外、残り1周、青旗振られてファイナルラップ。5番の落合先頭、3番の石貝2番手、3番手は2番の広瀬、6番金ヶ谷そこに迫ります。最終周回バックスレッジから3コーナー、5番の落合が最後はリードを広げました。石貝2番手、3番手は広瀬が残るか、6番金ヶ谷迫っている、5番の落合匠ゴールイン。2連単5番3番4300円20番人気、2連複3等5の組2000トンで10円9番人気、3連単5番3番2番で4万2400円133番人気、3連複235の組み合わせ1万トンで900円37番人気。